モートンの生家ジョン・モートンは、独立前のアメリカ合衆国、ペンシルベニアのデラウェア郡、リドリー出身の農夫、測量士、法律家である。アメリカ独立戦争の時の大陸会議に代表として選ばれ、アメリカ独立宣言にペンシルベニアが賛成する決定的な票を投じた大議員である。伝説によれば、大陸会議の会合に遅れ、到着した時は代議員全員が投票を済ませていたという。会議の場にはいなかったものの、投票を許され、独立賛成票を投じた。モートンは独立宣言に署名し、連合規約を起草した委員会の委員長を務めた。モートンは、ペンシルベニア植民地チェスター郡、リドリータウンシップ、現在のデラウェア郡で生まれた。父方の祖父マルティネは、フィンランドのラウタランピの生まれであり、1654年にスウェーデンの植民地だったニュースウェーデンに移民してきた。その姓を英語化してモートンとした。モートンの母、メアリー・アーチャーもスウェーデン移民の子孫だった。モートンの父はモートンが生まれる前に死んでおり、モートンが7歳の時に母は、イングランド人移民の農夫ジョン・スケッチリーと再婚し、スケッチリーがモートンを教育した。1748年頃、モートンはやはり、スウェーデン移民の彦である、アン・ジャスティスと結婚した。この夫妻には9人の子供が生まれた。モートンは、チェスター郡における、聖公会の活動的教会員だった。モートンは1756年に、ペンシルベニアの植民地議会議員に選出され、これを1775年まで務めた。1757年には、治安判事にも指名され、1764年まで務めた。1765年のイニシホ会議で、ペンシルベニアの代議員となった。その後、1766年に議会議員を辞任し、チェスター郡の保安官になった。1768年には議会に復帰し、1775年には議長に選出された。一方、司法分野では、ペンシルベニアで治安判事、高等保安官、高等裁判所及び一般訴訟裁判所の裁判長など公的役職を歴任した。1774年には、ペンシルベニア最高裁判所の陪席判事と、司法分野での頂点となった。1774年には、第一次大陸会議代議員にも選ばれ、1775年の第二次大陸会議にも選ばれた。モートンは慎重に、ペンシルベニアを独立に向けて、動き出すように仕向けたが、1776年の急進的なペンシルベニア憲法には反対した。1776年6月に大陸会議が独立決議の議論を始めたとき、ペンシルベニアの代表のうち、ベンジャミン・フランクリンとジェームズ・ウィルソンは独立宣言に賛成し、ジョン・ディキンソンとロバート・モリスは反対して分裂した。モートンは7月1日まで中立だったが、その後フランクリンとウィルソンの側に組みした。7月2日に最終投票が行われた時、ディキンソンとモリスは投票を棄権し、ペンシルベニア代表団は反対意見なしで独立決議を支持することになった。モートンは他の代表たちと共に8月2日にアメリカ独立宣言に署名した。モートンは連合規約を起草する委員会の議長を務めたが、それが批准される前に、おそらく結核で死んだ。アメリカ独立宣言に署名した中では、最初に死んだものとなった。1997年のスウェーデンコロニアルニューズは一つの研究を掲載したが、それによると、モートンの祖父マルティネンだけでなく、祖母もフィンランドの出身で、母の旧姓はリパティだったとしている。このことは R のカリモが出版した4部作、Kumpujen yöstäにも言及されている。ありがとうございます。